友達に手紙を書くときみたいにスラスラ言葉が出てくればいいのにもう少しお互いを知り合うには時間が欲しい裏切らないのは家族だけなんて寂しすぎるよ Love is asking to be love 信じることをやめてしまえば楽になるってわかってるけど Don't you see? 願っても祈っても奇跡思い出少しは気にかけて Don't you see? めたふりをする癖は傷つくのが怖いからタクシー乗りまで待ってた時の沈黙はたった5分なのにものすごく長く感じた無理をして疲れてあざめた恋は予期せぬ出来事どんちゅうし 小さな喧嘩で負けず嫌いな二人だからほっとしたの Don't you see? いろんな人を見るよりずっと同じあなたを見ていたい Don't you see?I'll never worry tonight I'll let me down tonightYou you know I do it to youDon't you see? 生まれた薪の匂い、これかかる街路樹を二人歩けば、you see? 世界中の誰もが、どんなに急いでも、私を捕まえていて。はい、こんばんは、今夜はね、ザードの坂井泉さんの誕生日ってこと,ことなんでね、思い出しながら歌いましたね、そうザードの、どんち e うね本当そうね、交渉してることとか、本当はどうかわかんないけどさ、今日ラジオで言ってたんだよね。 サードのボーカルの酒井さんの誕生日だってそんなわけでサードさんのこと思いながら歌ってますね。可愛い方であの子ね 友達,ワンスね、友達に手紙を書くときみたいにスラスラ言葉が出てくればいいのにもう少しお互いを知り合うには時間が欲しい裏切らないのは家族だけなんて寂しすぎるよ荒びるアクセスビラ信じることをやめてしまえば 楽になるってわかってるけど「Don't you see? 願っても祈っても奇跡思い出少しは気にかけて Don't you see? ちょっと冷めたふりをする癖は傷つくのが怖いからタクシー乗りまで」 待ってた時の沈黙はたった5分なのにものすごく長く感じた無理をして疲れて青ざめた恋は予期せぬ出来事ドチューシ小さな喧嘩で負けすぎらいな2人だから どうしたの Don't you see? いろんな人を見るよりずっと同じあなたを見ていたい Don't you see?I'll let me down tonight You know I do it to you for youDon't you see? 生まれた町の匂いこれかかる街路樹を二人歩けば Don't you see? 世界中の誰もがどんなに急いでも 私を捕まえていて、はい、今夜ね、バーザードのね、坂井さんの誕生日ということで、ーーを歌いました。だから今日もね、YouTube でライブ配信したいと思います。今日は日曜だから早めね、うん。かわいかったな、ほんとね。あの子ね、うん、生きてたら55ぐらいかな、もうね。うん、早いもん。でも僕ちょっと上なんだよね、あの子ね。かわいいね、あの子ね、ほんとね。でも、早い、早いになったからさ、かわいうちに死んでよかった、今思えばね。うん

えーえー、こんなの信じていいのああ、私は嘘だと思う。古い少女漫画のまるで白いみたい。いつも夢見ていたあの人が私のこと好きらしいのよ。夜空の星もキラキラ。私の瞳キラキラ。お花いっぱいふわふわ飛んでいるわ。見つめられたらキラキラ。彼の瞳もキラキラ。 目返せばドキドキどうなるかしらねえ神様冗談ですかああ弓なら冷めずにいてよだけど少女漫画はいつもハ,ビハッピーエンド多分勇姿の中あの人が私のこと抱きしめるでしょう涙起きてもキラキラ思い出になるキラキラ の景色もキラキラ、輝いてる。彼の微笑みキラキラ、まぶしいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ね君ってキラキラ友達の人、顔キラキラ、先生の顔キラキラ、カンニングさえサラサラなんだかへん。までもキラキラ、恋の仕かでキラキラ、何もかもがキラキラ、もう戻れない。はい、こんばんはね、今夜はね。 ヨーちゃんのねテレビの国、テレビの国からキラキラをされました。2022年。2月の6日日曜日の生存確認、生存確認です。今夜もね、生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日は早くしてよかった。パーさんどうもね、こんばんはね。ひーちゃんどうもね。コテさんどうもね。コンさんどうも。サイエンさんどうもね。ひーちゃんどうも。うシュダさんどうもね。コテさんどうもね。高橋さんどうも、これライブ配信よ。うん さんどうもね、じゃあライブ配信をらいで、じゃあ、まず、あ、も行こうか、今夜もね。今夜テレビのクリニのキラキラ、可愛かったなあの頃ね。うん、ねえ、こんなの信じていいのああ、私は嘘だと思う。古い少女漫画のまるで白いみたい。いつも夢見ていたあの人が私のこと好きらしいのよ。夜空の星もキラキラ。 私の瞳キラキラお,お花いっぱいふわふわ飛んでいるわ見つめられたらキラキラ彼の瞳もキラキラ見つめ返せばドキドキどうなるかしらねえ神様冗談ですかああ夢なら覚めずにいてよだけど少女漫画はいつもハッピーエンド多分勇士の中あの人が私のことだけ決めるでしょう 涙起きてもキラキラ思い出になる。キラキラ巻きの景色もキラキラ輝いてる。彼の微笑みキラキラ眩しいくらいキラキラ。私の瞳キラキラ。もう戻れないね。君ってキラキラ。友達の顔キラキラ先生の顔キラキラカンニングさえさらさらなんだか変黒板までもキラキラ。恋の仕方でキラキラ。何もかもがキラキラ。もう戻れない。 さ、ね、さん、うんんんこばはね。どうも、ね、じゃあ今夜はねテレビのクリアキラキラじゃあバースも,も行こうかねえこんなの信じていいのああ私は嘘だと思う古い少女漫画のまるで白いみたいいつも夢見ていたあの人が私のこと好きらしいのよ夜空の星もキラキラ 私の瞳キラキラお花いっぱいふわふわ飛んでいるわ見つめられたらキラキラ彼のあ瞳もキラキラ見つめ返せばドキドキどうなるかしらねえ神様信じていい冗談ですかああ夢なら冷めずにいてよだけど少女漫画はいつもハッピーエンド多分勇志の中あの人が私のこと抱きしめるでしょう涙起きてもキラキラ 思い出になるキラキラ、マキ景色もキキラキラ、輝いてる。彼の微笑みキラキラ、眩しいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ねえ、君ってキラキラ。友達の顔、キラキラ、先生の顔、キラキラ、カンニングさえサラサラ、なんだか変黒板までもキラキラ、恋の仕掛けでキラキラ、何もかもがキラキラ、もう戻れない。はい、どうもね。わかんないこれ。 松本裕ちゃんって、だから、この子のね。二つですね。奈、う、々、ん、子さん、どうもね。ねえどうもね、どうもね、初代です。あとう、パンさん、どうも,どうもありがとうね。さあ、こんばんはね。分かんなかった、ひつくれさんだ、ごめんね、こう出る、出るね、じゃ。 じゃあ、きたんさん、今後もう一回ワーズマイク今夜はね、テレビの国からキラキラね。ねえ、こんなの信じていいのああ、私は嘘だと思う。古い少女漫画の、まるで白いみたい。いつも夢見ていたあの人が、私のこと好きらしいのよ。 夜空の星もキラキラ、私の瞳キラキラ、お花いっぱいふわふわ飛んでいるわ。見つめられたらキラキラ、彼の瞳もキラキラ、見つめ返せばドキドキどうなるかしら。ねえ、神様、冗談ですかああ、夢なら食べずにいてえよ。だけど少女漫画はいつもハッピーエンド、たぶん勇士の中、あの人が。私のこと抱きしめるでしょう。 涙起きてもキラキラ、思い出になるキラキラ、バの景色もキラキラ、輝いてる。彼の微笑みキラキラ、眩しいくらいキラキラ、私の瞳キラキラ、もう戻れない。ねえ、君ってキラキラ、友達の顔キラキラ、先生の顔キラキラ、カンニングさえサラサラ、なんだかへん。バンまでもキラキラ、君の恋のしかけでキラキラ。 なんかもが、キラキラ、もう戻れない。バターさん、こんばんはね。うん。あ、じゃ、じゃ、この辺で、今夜の一杯行こうか。今日早いから、ね、いいかな。うん。ありがとうね。じゃあ、配信が大丈夫だ。じゃ、今夜の一杯、あ、し、バターさん、どうもね。配信、が大丈夫みたんで、一杯行こうか今。今夜の一杯。今夜の一杯行きたいと思います。持ってくるね。今夜の一杯。今夜はね。 さあ、これいこうかなストロング系いこうかストロング系ウォッカかなウォッカベースのドラストロングサワーストロング系いきますセブンアイナスねストロング系9%あ,あ今夜こっちでいこうか早いからいこうかなあっまた もうさまず1杯目は、ね、ストロング系に行こうかストロング系休んじゃね、これはうんれならな乾杯1 0 0いくらだったから乾杯 <laughs> 僕ほ…えそう、まあ、なんだってホモは正常じゃない誰か言ったんでしょうからホモはホモでしょあれ

墓間今日ははかまわぎ行ったあとね、そのままきに町屋の方行って、まあ、ね、三時ぐらいの電車で戻ってきて、うん、で、買い物して帰ってきた。うん、<laughs> よくまわす、たまにね、あれ、よくまわす駅から離れてからの駅線路沿いだからさ、ま、たまに休みの日しか行かないね、あそこね。よくまわすね。まあ、よくまわすと多少下がるのはやっぱよくまわすとね。品物はいいかもしれないけどね。うん スマートよりは品数は見たらいいからやっぱその分た高いねだはね、うん、変な子いつも通りうんどうもねじゃあ次はこのいこうか今度はこの歌いこうか今度イオちゃんのデビュー曲いこうかデビュー曲イオちゃんのデビュー曲懐かしいな出 読み捨てられる雑誌のように私のページがめくれるたびに放り出されてしまうのかしらそれが知りたくってとてもあなたの瞳の奥に旅してく私なのセンキメンタルジャーニーつぼみのままで夢を見ていたい影のように美しい物語だけ見てたいわ いいよはまだ16だから何かに誘われてあなたにさらわれてセンチメンタルじャあに見知らぬ国の謎の湖のき見たくなる不思議な気持ち自分でさえも怖いほどなの 咲かせた恋ならずっと大事にしていて燃えるのかしらわからないセンチメンタルジャーニー扉の前でためらいながらも背中をそっと押されたい見ないふりして許してねい,いよはまだ16だから何かに誘われて あなたにさらわれて何かに誘われてあなたにさらわれてセンキメンタルジャーニーこんな可愛いくさ,さ,さ, <laughs> さ,さらいたいねほんんにこんばんはねこんな可愛いくいたらねさらわれてもおかしくないねあの頃は可愛かったんだよね どう,もバどうもねああどうもやっぱい振り付け難しいんだよね金かそういうもんはないからねうんでもね、ねちょっとはい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  今、どうにしてんだろうねまだ生きてるよな。まどうかあんな,いな死ぬのに、亡くなってたよな,な、うんはね。デビュー曲つながりでこれいこうか。デビュー曲つながりで今度はね、まこちゃんのデビュー曲いこうか。あなたも狼に変わりますか初めてのルールの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。 唇をすぼめたままで口づけはできない鏡に向かってあれこれ思う花が邪魔だと誰かが言ってたわ古い映画のセリフだったかしらあなたも狼に変わりますかあなたが狼なら 怖くない「あなたも狼に変わりますか?」「あなたが狼なら怖くない」はい「シーる両手に裂けて逃げたりしちゃいけない」「片目をつぶって見るだけでいい」「あの人はいい人だから傷つけたりできない」「その死を思ってあれこれ悩む」 やつが出るわと誰かが言ってたわ。シュとソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますかあなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますかあなたが狼なら怖くない。あな良子さん、でもね、これはね、石のまこちゃんのデビュー曲。狼なんか怖くない。 あれんじゃないようん色澄みはないですようんないですよ、うん、大丈夫よでも色澄みといえば彫り物って僕なりの考えね入れ墨はね色澄みはね犯罪性の匂いがする僕彫り物芸術性のものはね彫り物って言ってほしいですね、うん 物って言ったら芸術,系芸術性を感じるけども入れ墨って言うと僕は犯罪集会するね。皆さんはどうでしょうかあどうもね。入れ墨はしない僕はしてませんよ。うん、スピットちょっとあっあれスピッツって言えばあれだよね。昨日何食べたの歌ってるよねあれね。あれあのそれよくかかってるよね。うん、昨,日何食べたね昨日何食べたの昨日何食べたのスピッツだよねあれ。昨日何食べた じゃあ今度行こうかデビュー曲つながりで今度細川隆さんデビュー曲いこうか細川隆さんデビュー曲といえばこれだ心残り心残り行こうか しばかよねおばかさんよねうしろゆびうしろゆびさされても」 あなた一人に命をかけて耐えてきたのよ今日まで秋風が吹く港の街を船が出て行くように私も旅に出るわ明日の朝早く私バカよねおバカさんよね 大切な大切な順序をわかる人だと知っていながらあげてしまったあなたに秋風の中枯れ葉が一つ枝を離れるように私も旅に出るわあてもないままに私ばかよね おばかさんよね。諦めが諦めが悪いのね。一度離れた心は二度と戻らないのよ。元には。秋風が吹く冷たい空に鳥が飛び立つように。 私も旅に出るわ、しと人泣きながら。鍵かぎもろさん、ありがとうね。うん、これはね、細川たかれさんのデビュー曲ね、今じゃ吐きちゃったけどね、あの人ね。うん、どうもね。細川さんは苦労人なんだよあの人ね、もう。サーシ、もう結婚して、もうサ子がいる中でデビューしたからね、あの人ね。すごいな、あの人ね。デビュー遅かったっけどね、二十代後半からだけどね。うん 今度はね、また今度はデビュー曲でいこうか。うん、ソープランドはね、うん、夢と出会えるとこかな、夢。そう、そう、まあ、いいこと言うね。ソープランドは夢と出会えること、夢のような世界です。うん。どんなことは具体的に言えない、そういうことはね。そうちょっとね、う <laughs> そういうこと女の子と個人間のやりとりだからさ、どんなことは具体的に言えないね。うん ませんよ、子供はね、うん、今度はこれいこうか郷ひろみさんのデビュー曲いこうか郷ひろみさんのデビュー曲男の子女の子 デビュー曲、ね、僕の生まれ年なんだから早いそうよソープランドの夢のそう両方一緒だよね女ってだからランドってつってたら両方夢が関連するのかもしれないねソープランド、ズニーランドってねうんきっとそうかもしれないランドには夢があるんだろうな、ね、きっとねそんな思いを込めて今度はねゴーシュのミタデビュー曲男の子女の子いきますどうも君たち女の子 男の子、へいへいへい、へいおいで遊ぼう。僕らの世界へ走って行こう。幸せ探すのは、 任せて欲しいのさ。へいへいへい。へいへ夢が溢れる。一度の人生。大事な時間。ああ、ああ、青空に。ああ、ああ、しがかる。明るい風の中。髪をなびかせてゴー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 微笑む女の子。見つめる男の子。へいへい。 「hey, hey. 愛の雨降る一度の人生」「大事な時間」「泣いてる女の子」 振り向く男の子ヘイヘイ,ヘイ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 胸が震える一度の人生大事な時間あ,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 あの人を見ああ,あ,あ好きなんだ花火が上がるんだ二人で手を取りゴン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  男と女の子、心が触れ合えば、ヘイヘイ,ヘイ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 おいで、急ごう、僕らの世界へ、裸足で行こう、スーパーさん、こんばんはね、これはね、郷ひろみさんのデビュー曲ね、男の子、女の子。はい、今日はね、ストロング系飲んでますね、セブンア,ンドアイの。ストロングサワー、10%はい、乾杯。 今度のデビュー曲でこれいこうか今度はデビュー曲今度はこれいこうか芦屋巌之助さんのデビュー曲言うか足屋巌之さんのデビュー曲これしかないけどねこれいこうか娘よ娘のこと思いながら娘歌いますね普通に結婚してるわねもう 嫁行くようの娘がいてもいいんだよね、僕の年だったらね。でも実際、普通に結婚できてないんでね、今週ね。いないけどね、じゃあ、娘のことを、そんな僕が娘のことを思いながら、娘を行こうか。仕、ね、事は行ってませんよ。うん。休みだからね。<laughs> 今日休み、前、昨日から言ってるよね。今日休みだから、腹が回り行ったんだけよ、ね。今度は芦屋の之助さんのデビュー曲、娘よそれはわかりませんよ。うん。 嫁に行くしが来なけりゃいいと男親なら誰でも思う早いもんだね。二十歳を過ぎて今日はお前の花嫁姿送る言葉は ないけれど風邪を遣かずに達者で暮らせあの嫁さんが泣いたらかん父さんのことは,は心配せんできれいや今日の前はほんまきれいや中さんゆうべ娘がしゃくしてくれた 酒の揚きさえ覚えていない古い写真を指さしながらここが父さんそっくりなのと頬のあたりをなでながら涙ぐんでははしゃいでくれた 笑い話で済ませるけれど口じゃ言えない苦労もあった嫁に行ったらわがまま言わず可愛いい女房と言われてほしいいつも笑顔忘れずに ついていくんだ信じた人にはいどうもねスーパーさんを娘がいるんだよあの人ねうんねそんなのね僕は娘いないんだよねうんしょうがないねずっと一人なんでね娘どころか誰にも相手にされないんでどうもねアンパンマンねうんアンパンマンはどんなのがいいかなアンパンマン んでやっぱ一人が好きだあれはね、うん、結局一人が好きなのかもしれない、僕。何か言って、うん。ごめんなさいね。一人が好きなんだ。うん、ごめんね、一人が好きなの。一、うん、人でいることに幸せを感じてしまったんだよね、僕はね。メタバースなんでしょうか、メタバースって。知りませんそういうのね。うん 見せば最近のことわかんねえな、うん。見ての通りよ。うん、ねえ。萩村さん、どうもね。アンパンマン、アンパンマンか、アンパンマン。アンパンマンのマーチのことかな。あれもアンパンマンのインパン。うん。大好きな人は今度遊びましょうね。うん、うかおふたまで遊びもあそうか、おふたま。 奥、ね、野営して遊びましょう野営これ飲んだらやっぱ熱う飲もうねやっぱ寒いねやっぱ寝てこのこの味覚の頭のこの時期にはね今日はこの後熱扱に変えたいと思います まず1本目はね、これ、セブンアイのドライ系で、ね、トットチューパーテンのストロングサーバーいただきました。TM エボわかんなごめんね、わかんない、TM エボる。野宿遊びいいよね。うん、女の子とさえ野宿遊びして、夜が2人で洗濯、最高だよね。僕 <laughs> の偽想な野宿遊び。ね。<laughs> お年頃の女の子といいよね。もうじくなんかたまんないね。うん。いいじゃん、20年すごいね。もう、キャンプ、アウトダレスって言ったら2015年だからね。2015年に、スかそソーから来てたからね。まだ7年目だ。まあ6年、まだまだ6年しかやってないからな。すごいな。そじゃあ僕、 さんと比べたら比べもなんないよね。3分の1以下だもんな。うん、今年で7年目だもんな。初めて、今年の2015年の6月頃に初めて月川沿い行ったからね。うんうんまあ、だら今年で,で半ばくれば7年目なんだよな。平石麻衣は名前きりこったけど,どんな顔かわかんないや。ごめんなさいね。 私あよく聞くよね、メディアでもね、偉い状況でわかるよ、知らないし。でも、どんな顔か全然思い浮かばない。見たことないからかな。うん。こんばんは。どうもね、剛さんどうもね。好きですあの子かわいいね、うなの子ちゃんね。年上でまず先生た女の子だよね。かわいいね、あの子ね。うん。あの子しゃぶってほしいですけどね、絶対ありえないですね。じゃあ、じゃあ扱い、扱の用意しようか、扱い。 このサワーなんかの寒くなるんちゃう次、じゃあサワーあ。じゃあ、扱う用意してくる。扱う。この両きが扱う用意。 メインは扱いしようと思って前もってね、とっくりはね、一戦して温まってます。メイン決めますか。あ、そうなんだ。今日は扱んでいく。大きな滝みだいたいでいいね。やっ寒いじゃん扱んだよね。いや、つけていきます。

今日はね、袴を着てきた後ね、いや、兄弟とまきらの往復ですね。うん、じゃあ、次。次の。熱燗できるまで、次、これ行こうか。次はね。えー、じゃあ、中森明菜さんのデビュー曲行こうか。デビュー曲つながりで、中森明菜さんのデビュー曲。それはもう。 砂の上、刻むステップ本の一人遊び。振り向くと、遠く人影なぎさを駆けてくるふいに、背筋を抜けて、恋の予感甘く走った出会いは、 スローモーション軽いめまい誘うほどに出会いはスローモーション瞳の中映る人ストライド長い足先ゆっくりよぎてく その後をかけるシェパード口笛吹くあなた。夏の恋人候補。現れたのこんな早くに出会いはスローモーション。心だけが差し走りね。 あなたのラブモーション。交わす言葉に感じるわ。出会いはスローモーション。恋の景色緩やかだわ。出会いはスローモーション。恋の速度緩やかに砂の上。 刻むステップ今あなたと共にたい、ね、ごめんタ、ね、イパーそれは歌えないやんねパーフェクトリーのボりでごめんねじゃあこの最近の顔が最近のじゃあ光るゲのデビュー曲行こうか光るゲのデビュー曲なんだっけ光るゲのデビュー曲検索してみよう光るゲのデビュー曲 あれだちょ今と検索してみるデビュー曲。あ、スターライトか。じゃあ、スターライト行、ね、今度、スターライト。スターライト行こうか。スターライト。光る芸人ちゃんですね。可愛かったな赤塚君とか可愛かった。思い出すな、うん 赤坂んはもう50だろうなのか、ねもうねうん、あの子ね。可愛かったね。今度光る玄関でビュートも行こうか。これ最近だね、随分ね。うん、淡いブルーの季節の中で何かを見ているスターライト、スターラそんな夢は果てないノンストップドリーム。それ違う旅。 瞳を伏せたしび 迷う心はイエスのイエスのいつか光を求めてゆくほんの少しだけ勇気を持てたら涙の数さえカッコ悪いと思わないそうこれから夢はフリーダムフリーダムシャボンのようにフリーダムフリーダム風の色伸ばした手の白に 届けローリンローリン消えないようにローリンローリン,ーリン抱きしめて見つめたスターライファネルステップ言わすバラード あの子に送るすたラしスタらしどんな音色添えようか Only you! 物語ならハッピーエンドをなぞる気持ちでマイハッチは t とても輝き出した恋さ大人だからとか子供だからとか 言葉の魔術で愛を片付けられるのはもうごめんさ夢はフリーダムフリーダムシャボンのようにフリーダムフリーダム風の色伸ばした手のらに届けローリンローリン消えないようにローリンローリン抱きしめて見つめた明日ら どうしてこんなに苦しいの胸に澄んでる君のことを確かめれば全くハイレーションも話さない夢はフリーダムフリーダムシャボンのようにフリーダムフリーダム風の色伸ばした手の白に届けローリンローリンあ消えないようにローリンローリン抱きしめて見つめたアーストライン。はい、これは光源氏のデビュー曲ね。 どう,コンテさんどうもね。あそこでもいいね。わしろくんどうも。今だと、シカ、ね、光る元気さんのデビュー曲のスターライト。じゃあ次のデビュー曲も同じジャニーズつながりで行こうか。<laughs> 光カルゲと同じくジャニーズ系でデビュー曲行こう、ね。田原俊彦さん、哀愁デートで締めようかな。哀愁デート。最後は哀愁デートで。これは田原さんのデビュー曲ね。 会ってるね、哀愁デートで、ね、片原さんの言うとどうも、さんどうもね二人で会えば見せてあげるようん、じゃ今度行こうか今度田原敏子さんの哀愁デート行こうねと僕と二人で,で会ったらあ会ったらね見、見れるかもしれないねうんその思い込みで哀愁デートを歌います 出てこない。ごめんなさい。ああいで歌えなかった。ごめんなさい。無事じゃないからね。悪くはないぶつごはね。ああいで出てこなかった。ごめんなさい。ありがとうね。あマシュルコンどうもありがとう。めど小さいからですね。ああいで歌えなかった。じゃあ今度行こうか。じゃ,じゃ今度行こう。 少年隊の仮面武道会。あれデビュー曲だよね。じゃあ、最後は仮面武道会で締めようか。仮面武道会。これを食べのぞ、仮面武道会。仮面武道会で締めようか。今夜最後は少年隊のデビュー曲、仮面武道会。 日曜だからねねさんどうも、ね、じゃあ最後はね仮面舞踏会行こうか出てこないな出だしが難しい赤ブラドごめんなさい出てこなかった <laughs> 最後のじゃあ今日ちょっとデビュー曲で歌ってるんだけどデビュー曲で歌えそうな歌じゃないかな仮面ラで無理だ難しいな デビュー曲に無視して、最後はね、最後はデビュー曲関係ない、ね、歌えないのよな、うん。うん、まあ、これから行くよ、うん、最後の歌、行く。ねそうさんどうもね、今日最後はこれ行こう。さっきコメントが書き込みであった。村下幸造さん、初恋で締めようね、初恋で。今夜は初恋で締める。村下幸造さんね、初恋。まあ、デビュー曲じゃないけどしょうがないね、歌えないのね。 そんなつこいでよ「さみだれは緑色」「悲しくさせたよ」「ひとりの午後は恋をして」「さみしくて届かぬ想いを」「あたためていた」「好きだよと言えずに初恋は」 振りこざいくの心。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。夕映えは暗鬱色。 君一人口笛吹いて名前さえ呼べなくて囚われた心を見つめていたよ好きだよと言えずに初恋は 売り子ざいくの心。風にまわった花びらが水面を満たすように。愛という字書いてみては、震えてたあの頃。浅い夢だから。 胸を離れない。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。朝夢だから胸を離れない。胸を離れない。胸を離れない。今も離れない。<laughs> はい。最後は、ね、初恋でした。どうも。亡くなったんだよね。うん もいいかもないね、初恋な、うん、のか僕はあの子をわだっッとしてる超この頃です。初恋といえばそうね。初恋の僕はあ,あの子のことね、いまだにわだっぺとしてる。 い、<laughs> 今何をまだぴょっちゅうしてるちょうどこの頃でした。じゃあ、今日はこの辺で、歌を上げにして一杯行こうかな。うん、扱い行こうかな、扱いね。いいか、今日はこの辺にしてね、歌はこの辺にして、一杯行こうか。じゃあ、持ってくるんで、さ、先ほど感した扱い持ってきます。うん。うん、じゃあ、行うか、ん。じゃあ、今日お鍋。うん。 肉団子鍋、豆腐と、もま豆腐とと肉団子鍋です。で、厚缶です。じゃ持ってくるね。<laughs> わぁ、寒いからね、豆腐と豆腐とね、肉団子と,と長ネギ入れて、こんなやつじゃあ、使いもつりようか、えー、豆腐はこれでおぎっんでね

ッとこって入れて、ちょっと蓋して。じゃあ本大丈夫よ、これで。寒いじゃん、これがいいね。じゃあいただきます。お太った長ネギと肉団子のお鍋で。 じゃあ2、二、二、二合目も返しとこうか。二合目つけていきます。二合で割ろうかな。最後。で、これ最後で二合目で。つけていきます。それ簡単だよね。ただ鍋で一緒に煮るだけ。うん 豆腐は水分も多いからさすごい頭るんだよねこれ。とはこれやっぱあれ軟骨入りの肉団買ってき軟骨入りのやつだ。とはかステーキか。 Довуу маттар хондор. Ани. Тэскэр. Ава. Соё майн сойн хэнгэл. ヨークマートで買ってきた。うん。うまい。ほんと水分多いから。あ、な。あ、ほんといいよ。もめんだ。ヨークマートで買ってきた。うん。あ、おいしいや

なんかわいいよな、ね、カムカムエブリバディのさ日向役の女の子また言ってるけどかわいいなと思って可愛いいなの女の子ね10歳ぐらいのかわいい最近かわいいと思うの子カムカムエブリバディのさ日向役の女の子の、ね、ルイの娘役だっけあの子かわいい、うん 豆腐半一つを四等分切ったからさ、うん、お昼の放送だけどね僕見てんの昼休みだからねあれかわいいあの子かわいいねあの女の子ね 女の子10歳ぐらいの女の子かわいいね、うん、スーパーさんも思うだし自分の娘水で,で10歳ぐらいの子が可愛かったなってね10歳ぐらいじゃん女の子は生意気になるからさねうるさいだけだもんな10歳ぐらいの子はほんと愛い,いね女の子ね、うん、じゃあこんばんはどう、ね、豆腐と長ネギと肉団子のお鍋 いじゃないですまあ誰だって若い子好きですよね。うん。みんなしょうがない。みんなロキコンでしない、ね。大抵の男はお。おばあさんと比べたら若い子にいいんききってるよね。うん、みんなロキコンになっちゃうよね。そりゃそうだ、ん。そりゃばばあよりか若い子がいいよね。うん。そりゃしょうがない。

ラーメンと豆腐と肉団子です手のや肉団子ってやつね、そうねいや、あれ、軟骨より軟骨よりうんかかわいいよね花咲薬の女の子ね 女の子が小学生ぐらい可愛いんだよ。小学生ぐらいがいいし、あとずっとああいうの出て、30ぐらいの子だと。ああいうの、途中はさ、女の子の10代とか20代ってな生足でね、ちょっとうるさいだけなんだよ、あれ。女が可愛いのはさ、本当10歳前後の頃と30前後なんだよ。僕はそう思う、うん。昨日も言ったけどさ、でもダメよ。20代よ、僕30代でしょ、30代。 10代から20代の頃ぐらいの女の子はさうるさいだけなんだよね粉末でさ、うん、うるさいだけうんスーパーベタベタさんなんか自分の娘見ててわかるでしょ、うるさいでしょちょうどねあの頃ってほ、うんはうるさいだけあの,あのぐらい、ね、中学高校のぐらいの女の子うるさいだけだよほんと くらいいななるるいい女の子もついて回復なんであるアマゾンであったの見たり聞こえてみたのれ。 どんどんわかんないしもどんどんおばあさんですね。うん。そうね。うん、おばあさんね。うん。なんか考え変わるんだ。キアキさんも変わったのかな。うん。 待ってるね、もう見てない、今週からから、もうこれから今週。見てない、今週が。これは金曜日だっけオリンピックの影響やらなかったんだよ、ね、あの、いつもの時間に。見えてないの、金曜日。金曜日はさ、オリンピックの、だいたいそうだ、あの、昼の再放送の時間あって。オリンピックの時はちょっと時間がずれるんだよね。だから見てないんだ、これ。 要はさ、あれ、総集編だけど、土曜今,日今週は休みだから見てないんで。仕事の時だけなんだ、あれ。仕事の時の昼休みしか見ないんだ、あれ、テレビ。普段全く見ないから全然わかんねえ。ほんと見ないテレビね、全く。仕,仕,仕事の時の昼休みだけ見んの。皆さんどう,うテレビって。もうそんな感じのテレビって。普段テレビ全く見ないね。 でもてんね今日は熱か飲んで、うんねうん、ます20代はダメねやっぱり女の子はね20代の女の子うるさいだけ女の子は30代前後が一番可愛いね落ち着いてねありがとう31歳がちょうどいいじゃん いやそう僕ぴったりが31歳ってちょうど僕のお好みのお年頃だそうだよね職場だけだよね昼休みとかね普段はね見ないね女の子は可愛いと思うよテレビに出る人ちょっとよくわかんないけど、うん、多分可愛いんでしょうテレビに出るぐらいだからさ <laughs> 言信ないけど まあテレビ出るくらいが可愛いんだと思います。うん、まあ最近の顔わかんないんだよな可愛い,い桃だって言うから、可愛い,い桃だ。いいや、て、桃だで言うからあも。桃じゃないか、あんな,あんなかな。 かんない、高橋光とか誰だそれって。わかんないだっテレビ見ないからか全然わかんない。最近が出たかわかんないな。高橋光ええー、そういう方、まあ、あり得る名前でも高橋光なんかね、あり得る名前。 何個,何,個何個ついて歯ごたえがあってるのどう見てドリンクで全然わかんねいや見たいからか浜部みなみって銀玉さんど要する顔が出てこないです、うん、最近の顔わかんないや僕も。

うんあ美味しくいただきましたうー、ん、届いなあかん肉団子鍋だったよ、あと汁だけだうま、ん、いあ美味しかったじゃあ最後の一杯いこうかなもう扱いだろらしめの扱い持ってきますね 2合目もうこれはいないんだから持っていいかとそうじゃあ明日か持ってくるね、うんね今日はねで、ね、休みとか早め、今度こ,こんな早くないからねいつも言ってくるね今日は休みだか,、ねうんうん、からねあ日か持ってきますねそうよ夜ねうんああ <laughs> 最後はアスカンで締めましょう寒い夜はアスカンです <laughs> これは僕のコップ酒スタイル <laughs> とっくりだけどさ、おちょこじゃ飲まなくてコップに <laughs> 入れてはい乾杯 <laughs> 皆さんどうもありがとうね。今日はこの辺で終わるね。今日だから早めでしたけど、やいや,いやよかったね。ね。<laughs> <laughs> うなんだ。<laughs> こ,んこのこの一が寒いみたいね。 この平野部でも雪の予報だからね、この1週間。こっちほんと寒いな、ほんとね。ん <laughs>。あ、コンさんどうもね。ありがとうコンピさん、おやすみなさいね。ありがとう。ありがとう、ばあさんね。いつも遅いからね。こんな早いの休みの週ぐらいだからね、ふだ

ザードの坂井泉さんの誕生日なんでね、泉さんのこと思い思いながらこれを歌います今夜はザードのドンチョウ C で締めようかな。本当坂泉さんの誕生日なんだけどね。今夜の最後坂泉ザードのドンチョウ C で締めよう。 友達に手紙を書くときみたいにスラスラ言葉が出てくればいいのにもう少しお互いを知り合うには時間が欲しい裏切らないのは家族だけなんて寂しすぎるよ Love is asking to be her love 信じることをやめてしまえば楽になるって分かってるけど Don't you see? 願っても祈っても奇跡思い出少しは気にかけて Don't you see? ちょっと冷めたふりをする癖は傷つくのが怖いから 歳乗り場で待ってた時の沈目はたった5分なのにものすごく長く感じた無理をして疲れて青ざめた恋は予期せぬ出来事 Don't you see? 小さな喧嘩で負けず嫌いな二人だからほっとしたの Don't you see? いろんな人を見るよぎずっと同じあなたを見ていたい Don't you see?I'll never worry tonight.I'll lay me down tonight.You know I do it for you.Don't you see? 生まれた街の匂いくれかかる街路樹を 二人歩けば you see? 世界中の誰もがどんなに急いでも私を捕まえていて。はい。今夜の最後はね、ザードのドンチューシでしたね。ザードの坂井泉さんの誕生日だった。そうだね、今日はね。そんなわけで。ドンチューシを歌いました。では、どうもね。思い出すね。坂井泉さんね。今日が誕生日だったみたいよ。ね もさん、どうもこれだけ、ね e、でねえもいいねはあれだよねあれ不倫、ねね、小説をドラマ化したやつのね やさいね、まだね坂泉さんか父さ、うん嬢だったんだってねかわいかったなほ、ねうんとね僕の最初のペットだったあの子が、うんうん、平さん分かるかな僕ら世代はそうよね、うん、多感の頃にあの子いたんだよなあれお休みましたんで、ね、今日は勢いがか早かった なねカポカなんでしじゃあ最後はこれ食べるのをこれどんどんしまいしょうか。 の豆腐鍋だこれ鍋はね昨日の鶏皮鶏皮を湯がいた汁だからうまいね鶏皮昨日鶏皮なんですよあれ鶏皮を湯がいた汁をあくとってさあれこうしたやつなんでそれで豆腐とあれ肉団子にしたンドねうまいね、だから鶏皮って言うんだよね鶏皮を湯がいたの汁いい足し出るからいつもそうよあれこうしてこうやって水分に使ってんの僕 湯がいた汁は本当の,の濃厚な鶏スープだからこれ。鶏皮って安っぽいものだけどね、あれ。あれ、湯がいた後の汁はさ捨てるのもったいないやれ。濃厚な鶏だしだからね、あれ。鶏皮だって鶏皮食べたやつねあ、あれ。あれ、あれやつね、あの汁をね、うん、る食べこうしたやつね。それでトースト長ネギと肉団子みたいな。 だからおやすみなさい。ま,だまた明日。<laughs> なんだけど、明日はこんなに早くないからね。おやすみなさいね。ありがとうね。どうもね。おやすみなさい。<laughs> ありがとうね。<laughs> <laughs> <laughs> ということで、早くてよかった。じゃ いつも一人の僕がここにはこの歌。上を向いて歩こうでし見ようか。一人僕の僕の心の歌。上を向いて歩こう。これでまた、この一週間、頑張って生きていこう。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。 一人ぼっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜幸せは 雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。 一人ぼっちの夜思い出す秋の詩一人ぼっちの夜悲しみは星の影に悲しみは月の影に上を向いて歩こう 涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜はい今日はこの辺でおやすみなさい。